たける心を殺すことある。今回の動画は沖縄県宮古島市小さな幸せさくりさんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。ふざけちっこいのにしょぼれて戻れない時間を悔やんでも明日がまた来るなら今夜だけは光れ初めまして。あ、みかんと申します。あ、よろしくお願いします。いかがです。無駄ですか、わざわざお越しいただいて。あ、いえいえ、ありがとうございます。よろしくお願いします。あれですね、YouTube で、はい、いろんな人にインタビューするっていうチャンネルなんですけど、はい。最近ですね、ちょっと視聴者の方からリクエストいただくというか、こういう人を取材してみたらいかがですかっていう感じで、はい、五十嵐さんのちょっとお名前が上がった。名前が上がったんですか。あ、そういうことだったんですね。それでちょっといろいろ調べて、あ、なんか、もう、俳優で引退されて、はい。もうバーを経営してるとか。そうですね、今静岡県の浜松市でバーを、はい、やってまして。昔のイケメン俳優からちょっとだいぶお姿が変わられたというか。そうですね、激太りしまして、うん、はい、だんぶいろんな、ね、メディアとかでいじってもらってますね。まあ、そういうことも含めてなんかお話聞けたら、はい、嬉しいなと思ってオファーさせていただいて、 ありがとうございます。ちょっと浜松から来てたんですもんね。そうです、浜松から今日来ました。地元なんですか？いや、全く関係なくて。あ、関係ないんですか？はい、経緯を言うと、はい、芸能界引退して、はい、まず六本木で、はい、しゃぶしゃぶ屋とバーとカフェを3店舗オープンさせたんですよ、はい、で、それで結局なんかその3店舗をお客さんが回るっていう感じになったんで、はいはい、いっぺんに3店舗来ることないじゃないですか、うんうんうん、で、利益が分散するぐらいだったら、うん、なくてもいいよねみたいな話になって。ああ、他の2個が。そうです。はあ、ははあ、で、バーとカフェを閉めて違う場所で挑戦しようっていう話になって。はあ。で、沖縄にバーを出したんですよ。あ、最初沖縄なんですね。そうですね。その後に、はい、ちょっと一緒にそのバーをやってた人と、はい、ちょっと喧嘩別れしまして、はあ、で、僕が東京戻ろうかなと思った時にそのバーに来てくれたお客さんで浜松でバーを開いたっていう話を聞いて、ほうほう、ちょっとそこで雇ってくれませんか。まあ一応なんか全部オーナーやってたんですけど、ちょっとまあオーナー業がちょっと疲れちゃって喧嘩したりとか、自分で売り上げ上げなきゃいけないからもうめちゃくちゃ努力もしたしっていうので、あ、相手雇われに戻ろうかなみたいな。そうですね、肝臓壊すぐらい飲んだんで。あ、五十嵐さんも飲まないとちょっと逆に。そうですね、売り上げが上がらないんで、はあ、バカみたいに飲んだ結果、はい、何回もアルコール中毒で運ばれ。あ、そんな戦いがあるんですね。そうですね、でちょっときついなと思って、ちょっと一回誰かの元で働こうかなっていう気持ちになって、で浜松に行ったんですよ。はあ。そしたらまさかのコロナが始まって、はいはい、なんとなく雇われてよかったなっていう。どうやって言いますか、マスク取って食べてます。はい、いいでも顔はやっぱ面影ありますね。同じ人物ですよね。そうなんですよね。でも面影って赤ちゃん以来使ってないんですよね。結構僕大人になってから使われて。あ、そうか。赤ちゃんにはなんか面影みたいなことを言われるけど、なんか大人になかなか使わないなと思って、俺でもこんなになると、はい、そうやって言われるんだと思って。でも今マックス太った時よりちょっと痩せました。あ、今そうですね、ダイエット中でして、僕100キロまで行ったんですよ。100キロまで行ったんですか。100キロまで何とか行って、
なんとか行ってじゃないな、うん、100キロまで行って、でそこから、いろんな番組取り上げてもらったり、なんかそういう TikTok とか YouTube で激太りしたって言われて、でそのタイミングで TikTok 始めたんですよ、うん、よその人たちが上げてくれたニュースを便乗しようと思って、うんうん、今なら伸びんじゃねえと思って、うん、で TikTok 始めたんですよ。はあ。そしたら、案の定バズってて、まあ、ちょっとにあのバズってっていうのはどのくらいがバズってっていうのか分かんないですけど、だいたい50万再生とか、いやすごいですね、行かせてもらって、アベレージはもっと低いです、うんうん、あでもまあそういうその太った動画を出したら、あこれはいいと思って。ちなみに俳優の頃は何キロだったんですか。俳優の頃は57から62をなんか、あ176センチ、あそれよ、まあ、やってますよね。そうですね、結論からマックスで2倍近くまで体重になってる。2倍近くまでいきましたね。ああそうなんですね。なんでそのバズったことをきっかけに、世間がわーわー言ってる中で痩せたらもうちょっとなんかさらになんかこうやってねお仕事に呼んでいただいたりとかあるんじゃないかなっていうのがあって、はあ、でちょっと今ダイエット始めたんですよ。今何キロまで来たんですか。今でも87ぐらいなんで、うんうん、13キロ減ぐらいですね。なるほど。若手時代ぐらいまで戻すつもりですか。50何キロ台とか。まあそうですね、まあどこまで戻るのか分かんないですけど、あの行けるとこまではやろうと思います。確かにそれはそれでまた戻る姿は楽しみです。そうですね、だからなんか逆に太ってよかったなと思って、うん、太ったことによってこういう話題が生まれたりとかしたから、多少 あのブサイクになったとか、うん、デブでありえないとか、うん、結構叩かれたりもするんですけど、うん、でも逆にこうやって仕事もらってるからラッキーと思ってるぐらいです。そうですね。インターネットセキュリティ会社アルテミスの横溝です。 YouTuber の4つのセキュリティポイントの第1弾が撮影です。 YouTuber の皆さんはいろんなところで撮影されると思います。撮影の時のカメラやスマホにしてもほとんどが Wi-Fi につながるようになってますよね。スマホだと分かりやすいんですが、いろんな施設に行くと自動的に Wi-Fi につながることありませんか。実はそれとっても危険です。そういった Wi-Fi の狙いは通信内容を盗まれたり、 ID やパスワードはもちろん動画データにもアクセスされ盗まれるケースがあります。あの某オンラインサロンのセキュリティも危険と言われてますよね。その対処法も後半の動画で説明しますので、概録チャンネルぜひご覧になってください。アルテミスの横溝でした。ではまた。今、岩下さん何歳なんですか。今36です。36歳、はい、生まれどこなんですか。生まれは、芸能のプロフィール上は長野県ってことにしてあるんですけど、うん、実は本籍は板橋区なんです。あ、じゃあ都内出身。そうなんですよ。何歳まで東京にいたんですか。いやもう本当 1,2 歳の頃にもう軽井沢行って、うん、長野県の軽井沢ってところでずっと育って、うん、でまあ東京にもそっちの板橋の方に家があったんで、なんか平日は小学校とか中学校とか学校行って、休日は東京にいるみたいな。へえ。お父さんは何してたの。親父は、電子関係、電気関係、電子関係、なんかトランスっていう制御装置とか、ほうほう、あのアダプターとかをどんどんちっちゃくしていくみたいな、うん、ほうほう、その制御装置がちっちゃくなると、優秀になるとどんどんアダプターがちっちゃくなってくるみたいな、ほうほう、そんなのを作ってます。あ、なんか会社をやられてたんですか。会社をそうですね、経営してます。お父さんは普通に、はい、住まいは長野、仕事場は東京みたいな感じだったと思うんですか。まだ僕小学生ぐらいまではまだ会社員だったんですよ。で長野の会社に勤めてたんですよ、うんうん、でそこから独立して東京で、僕は中学校ぐらいにもう東京で独立して単身赴任生活だったんで、どっちかというと週末は親父といて平日は母親といてみたいな。長野県育ちだけど東京で遊んでる生意気なガキみたいな。まあ楽しいっすもんね東京ね。そうですね。えっ、ちょっと小学校とか中学校ぐらいの、はい、どんなキャラなんですかその学校の中で。どんなキャラ。でも学級委員長だったりとか。お、例えば小学校6年生だと委員長、放送委員長やってたんですけど、うんうん、なんか給食の時間に自分の好きな音楽流したかったから、うんうんうん、やったりとか。中学は副生徒会長、うんうん、で高校も副生徒会長やったんですよ。じゃあ結構優等生というか、ま、真面目なタイプっていうか、目立つタイプ。そう、悪知恵だったんですよ僕。正直言って受験受けたくなかったんで、うん、僕中学の時バスケ部も部長やってたんですよ。でまあ小学校からそういう学級委員長とかやったから慣れてるんですよそういう仕事が、うんうん、でも生徒会長だと荷が重すぎるなと思って、
副ぐらいで立候補しといて、副生徒会長、バスケ部部長っていう肩書きを背負ったら推薦取れんじゃないかなっていう悪知恵が働いたんですね。へえ、そうか、受験めんどくせえから。そうです、受験免許やりたくなかったんで。その知恵はどこから来たんですか？誰かそういうそのモデルケースがいたんですか？あ、でも漫画とかかもしれないですね。あ、漫画、ま、何の漫画か覚えてないですけど、多分漫画とかテレビとかで優秀なやつは推薦取れるみたいなのがあったでしょうね、なんか見た、はあはあ、でそれで働いて、悪知恵働いてそういうのをやって、へ、思惑通り高校は推薦で行ったんで受験勉強一切しなかった。割とそのいい高校に推薦できたんですか？そうですね、割とだから5科目で平均70点前後ぐらい取らないといけない高校に推薦で行ったんで、うんうん、なるほどね。だいたい僕が400点ちょっととかだったんで、高校の時5科目で、うん、最初は親父のその会社を継ごうと思って工業高校のその電気科に推薦で行ったんですけど、うんうん、もうさっぱりで高校から全く勉強しなくなっちゃって、もう遊びとバイト優先になっちゃって、うんうん、だからもう多分勉強することをしたくなったんですよ。だからバイトして金稼ぐ方が楽しいみたいな、うんうん、社会に出てこうやって社会で働いてる自分が楽しいみたいな感じになってたんで、だからそれでカインズホームで働いてたんですけど。ホームセンターですね。ホームセンターです、ホームセンター。だから結構軽井沢だとレンガ売れたりするんですよ、うんうん、レンガとかコンパネっていう木の板がよく売れたりするんで、そこの担当を僕が全部やってて。はあ、楽しそうっすね。そうですね。そういうバイトばっかりしてて、うん、です、芸能はまだ高校では1名も触れてないんですか？触れてないですね。で高校2年生の時に付き合ってた彼女が、あの音楽をやってる人だったんですよ。歌をやってる女の子 で、ちょっと学校も不登校だったんですね、うん、で芸能の仕事が楽しいみたいな言ってる子と付き合ってまして。そんな子が長野にいたんですか？そうなんですよ、あのカインズホームで知り合いました。僕がレジ打ちしてると毎日来てくれる子がいて、でお母さんもと一緒に来て、よかったらあの仕事終わり番号電話番号教えてくれないですかってお母さんに言われて、で、まあ、それをきっかけに付き合うことになったんですけど。そう、お母さん使って逆なんてことですね。そうですね。イケメンで有名だったんですか、言ったら。そうですね、だってかっこいいじゃないですか、ルーキーズの写真とか。だから高校の時とか3年生になった時は、あのなミスミスターみたいな学園祭で選ばれるじゃないですか、誰が一番かっこいいかっこ悪いみたいな。あれでも4位でした僕。でも上がいるんですね。僕より上は3人いました。レベル高い学校ですね。じゃあそうっていうか、普通科と工業高校に分かれてる高校だったんで、うん、ほぼ普通科の人と合わないんですよ。で工業科だったんで男子しかいないんですよ、クラスには。女子0人だったんですよ。なるほど。で工業棟っていうのはもう女子が本当に3学年で1人2人いるぐらいなレベルだったんで、あとはもう普通科で棟が違ったんで会うことがなくて、あんまり知られてなかったっていうのは。本当のかっこよさの基準というよりはその友達票みたいな。そうですね。でその副生徒会長になってやっとミスターに入ったぐらいだ。そうか、知名度大事なんですね。そうですね、学校もそこまでちゃんと行ってなかった方なんで。あ、そうなんですね。はい。そのこういう歌をやってる彼女が、はい、と付き合って、その影響でどうなってますか？でそれで一緒の世界に入ろうよって言われて、うん、でなんかそれをその彼女が僕の親にも言ったらしくて、で僕の親もちょっと昔芸能界やりたかったみたいな人だったんですよ。あ、なんで、あ、いいねいいね、じゃあ瞬時あの芸能界に出させようって言って母親がジュノボーイに送ったんですよ。周りが乗っちゃったんですか？そうです、周りが乗っちゃって。本人的には、はい、まあいいかなぐらいの感じだった。それともめっちゃやりたいって気分になってるんですか？僕それ最初知らなくて、ジュノンボーイの二次通貨の書類を見て銀座行ってきてって言われて、ちょっと主婦と生活者行ってきてって言われて、何のことって言って、ジュノンボーイっていうのがあるでしょ、あるねあるねって。それに一次が受かったから二次で面接行ってきなさいって言われて、親に。はあ、行きますって言って、軽いノリで。なるほど。で行ったらベスト100枚残って。ジュノンボーイって当時何人ぐらい受けてたんですかね？何人ぐらいなんですかね、まあ、あんまりだから僕そのジュノンボーイに出たかったっていうのは僕の気持ちはあんまなかったんで、ベスト100に残った時に僕降りたんですよ、辞めますって言って辞退したんですよ。あ、そうなんですか？そうなんですよ。へえ、なんで？なんかその50人受かって残りの50人から敗者復活戦で1人そこに入れますみたいな
あれだったんですけど、その時点で僕辞めちゃったんですよ。もういいですって、もういいですってっていうのが、その面接に行った時に別のその雑誌のオーディション雑誌の人から声かけられて、うん、うちの雑誌で取り上げたいんだけどっていう話をされて、ちょっと詳しくお話聞かせてくださいって言って話を聞いて、オーディション雑誌に掲載されることになったんですよ。あ、じゃあそのジュノンボーイの途中で引き抜かれたみたいな、ごめんなさい、ちょっと引き抜かれたというか、雑誌がこう横から青たがいしちゃったみたいな。そうですね、だから50人の中の別に1人だったら生き残れる可能性少ないな、じゃあそっちでバーンと出してもらった方が得だな俺はと思って、へえ。でジュノンボーイはもう断って。そうだよ、だから昔からのはちょっとずる賢いですよ。ずる賢いですよ、そうなんですよ。なんか推薦で学校行けるじゃんみたいな。そう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 。でそのデビューさんっていう雑誌のあれで、でそのデビューさんのプッシュっていう企画があったんですね。で もちろん小出圭介君とか、あの中村雄一、まあ同期だったんですけど、が掲載されたコーナーだったんですよ。これいけるんちゃうかと思って、でこれ掲載されるだけで、あの各有名事務所が目を通してくれるみたいな話だったんですね。あ、こっちの方がいいじゃんと思って、ジュノンボーイでなんか後々事務所にやるよりもここで出していろんな事務所に見てもらった方が得じゃんと思って、でそっちに乗り換えて、そっちに出て雑誌に掲載されて、いろんなお話もあったんですけど、たまたまそこで D ボードオーディションがあるんだけどっていうのを雑誌の編集部の人から連絡があって、その俳優集団を作りたい、渡辺エンターテインメントの俳優集団のオーディションがあるんだけど受けてみないって言われて、あ、ぜひじゃあ受けてみますって言ったら準グランプリ取っちゃった。へえ。 D ボードオーディションって結構してその人のグランプリは誰だったの？中村雄一くんです。はい。塩田優さんとかも入ってたんですか？塩田くんはそうですね、無条件で入ってましたね。あ、別枠で来たってことですか？そうですね、もともと遠藤優也くんっていう人と柳くんっていう人と一太郎くんっていう3人の人がいたんですけど、そこにオーディションで追加メンバーいっぱい入りますみたいなので、その同時に塩田優も一緒に入ってきたみたいな。へえ。なるほど。そうです。でもじゃあその T ボーイズの中だとゴールデンルーキー扱いで入ったと。準グランプリとなる。そうですね、割とだからもうその3人と白田と僕と中村雄一で撮影っていう、6人で撮影っていうことが結構あったんで、特別扱いっちゃ特別扱いですね。でもそれもそんな D ボーイズなんかなっちゃってたら、はい、もう真の芸能界だってなってるんですか、気持ち的には。んー、でもなんか別にそこには学校にあんまり言わないで、その年に、新春隠し芸大会って昔あったんですよ、はいはい、じゃないですか、お正月にやってる、はい、あれに出ちゃったんですよ僕。で、あの中山秀さん司会で。そうです、あれはあの渡辺エンターテインメントさんの制作の番組なんで、うん、じゃあ五十嵐出ていいよみたいな感じだ、軽い感じで、あおざますみたいな。何の芸やったの？後藤真希ちゃんと本邪魔かさんと、はい、あとリードと、ワッツのウエンツ君と小池徹平君と 25m プールの中に紙を敷いてモナリザの絵を描くっていう、なんかそのデッキブラシとかそういうプールで使う用品バケツとかでモナリザの絵を描いていくっていう演目をやらせていただいて。すごいな。え、それは、生放送じゃないですか、でも収録でやるんですか？それは僕収録でしたね。時間かかりますもんね。そうですね、まずスタジオにプールが作れないっていう。そうですよね。そうですね、なんで収録でやらせてもらって。すごいメンバーですよ、トーマキさんだり、ポジションかかりだり。そうですね、バラエティー飛んでるというか。はい、もうビビり倒してましたよ、初めての出る番組で。もう自分が知ってる芸能人さんたちがめちゃくちゃいるんで、トーマキさんめっちゃ可愛いと思って。そうっすよね、36歳の人にとっての後藤真希なんて、ドンピシャ世代ですからね。それと一緒にデッキバスでモナリザの絵描こうけど。そうですね、でもも当時のテレビで放送されちゃったらもうみんな正月見てるみたいな感じなんじゃないですか。そうなんですよ、それで僕はあんまり学校行ってなかったんですよ正直、東京にずっといたん で、うん、で単位足りなくて、うん、どうしようと思ってたけど、隠し芸出たことによって、うん、なんか新入生の挨拶文みたいな、なんか案内みたいな、学校から出すなんかその学校紹介のなんか本に一筆書いてって言われて、いろいろ書いたんですよ、その芸能界の経緯を、うん、そしたら卒業させてくれました。なんかちょっとイメージいいぞって思わんすね。多分そうだと思います、学校的に宣伝になるんじゃないかと思ってたらしくて。ちょっとじゃあ無事卒業して。そうですね、
で、その春からもう普通に東京に来てとかなんですか。東京に暮らしてる。そうですね、もうそこから東京ですね。あれですよね、岩さん、ウルトラマンとか主役やってます。そうですね、ウルトラマンの主役も選んでもらって。それってもうすぐなんですか、デビューして。いや、ね、2年かかったのかな。もうその2年間はなんか下積みっていう感じの感覚あるんですか。それともあります、あります。僕本当に役名がない、うん、有名なのは例えばルリの島さん、うんうん、ルリの島っていうドラマのヤンキー役で出てました。一瞬。そうか、そういうジーボイズ準グランプリっていう結構きらびやかなスタート切ってるし、隠し芸とかも出てるけど。そうなんですよ、まあ、演技やったことないですよね。そうなんですよ。で、その D ボーイズに受かったメンバーの中で、もちろんグランプリ、準グランプリで、その他もなんか特別賞とかいろいろあるんですけど、D ボーイズの中で、テニスの王子様のミュージカルが、めちゃくちゃ受かる時代がありまして、僕と中村祐一以外、みんな受かってたんですよ。先にみんなが売れちゃったみたいな、グランプリと準グランプリの前に、テニスの王子様で、はい、売れちゃったっていうのがあって。でその後にすぐ雄一も仮面ライダーが決まって、うん、で僕だけずっと1年間仕事なくて、そこから。お、自分以外みんなウルタマンみたいな感じの気持ちになるんですか。そうですね。あ、俺だけ仕事ないと思って、で東京駅の喫茶店でバイトしました。あ、普通にちゃんとそのディボイズで受かってるのにバイトしてたんですね。あ、全然してました。はあ、そこそウルタマンの主役っていうのをオーディションで受かるってこと。そうですね、オーディション受けて、まあ、その前もいろいろ仮面ライダーとかレンジャーとか受けたりしてたんですけど、全部落ちちゃって、で最後ウルトラマン受かってバイトを辞めれたみたいな。ウルトラマンになったんでバイト辞めますって言って、みんな応援してくれて。しかも主役ですもんね。そうですね。あ、ウルトラマンだから子供向けじゃないですか。はい、街歩くとお母さんとかに顔刺されるってことですか。いや、でもウルトラマンやってる時はほぼないですね。やっぱり街で顔刺されるっていうのはないですね。オンエアしても全く声かけられないです。しかも、まあ、変身した後がメインだから。まあそうなのか、でもまあ認知がないのか。主役とかやったけど売れてるなって感覚になってないんですか。なってないですね。給料めちゃくちゃ安かったんで。ウルトラマンとかの主役でも安いんですよ。僕給料で一桁でした。とかでもその主役って言っても下積みだよみたいな感覚があるとか。そうですね。だから僕はウルトラマンのギャラいくらなんですかって聞いても分かんないですよ。へえ。でも僕主役じゃないですか、はい、でも周りの隊員の給料を聞くと明らかに僕より多いんですよ。へえ。あれと思って。そうか、ちょっとなおことね。半年ぐらいですか、僕は。1年ぐらいですか。1年やってました、僕は。あ、で1年やって、その後でも実績があるじゃないですか。そうです。それでどん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 毎年給料が更新されて上がっていくことはできたんですけど、そっからこう世の中的にこう有名になるっていうのは、はい、やっぱイケメンパラダイスとかなんですか。そうですね、イケパラでまず来ましたね。街で声かけるようになったのは。あれ、1回目のイケメンパラダイスですね。1回目です。あの堀北真希ちゃんと小栗旬、生田斗真君。ちょっと社会現象チックになってるぐらいの人気ドラマ、ね、そうですね。なんかイケメンブームっていうのが始まったっていうところに乗っかれて、でそっからかな、いろいろ声かけられだしたりとか。本当同世代のやっぱ俳優がいっぱいいるって感じですか。そうですね、同世代ですね、ほぼほぼ。もう番手的には何番手ぐらいなんですか。メインどころが何人いるんだろうね。まきちゃん、しゅんくん、とうまくん、水島ひろくん、石垣ゆうまくん、しょうのぶおくん、でその後に、山本裕介だったり、岡田将生だったり、木村亮、溝端淳平、12、3番ぐらいですかね。はぁ、水本淳平さんとか、はい、岡田将生さんとか、その番手にいるんすって、その時ね。そうですね。はあ、そのぐらい。だから多分僕は順平の次ぐらいだったんですよ。はあ、安定的に。でもみんな同世代だから仲良くなるんですか。まあでも、仲良く、ライバルでもないですね。なんか
なんつうんですかね、僕結構だからそういう学園ドラマって結構みんな前に前に、ね、事務所に言われてるのかなんか分かんないけど、 もっとカメラに映りに行けみたいなこと言われてるのか分かんないですけど、もうなんか撮影の時は戦争なんですよ。へえ。で僕は別にテレビに映ったところで給料変わんないんでって後ろに立ってたんですよ。まあ一回経験してんのに発給経験しちゃうの。別にそこを争い取らなくても別にいいやと思って、あのみんながポジション争いしてる時後ろからのそーっと見てでそういう時にあのカメラマンさんとかに五十嵐君もっとこっちだよって、こっちの方映るよってやってもらえて、僕だけ合図もらうと、あ俺も仕事取ったなと思ったりとか結構僕スタッフさんと仲良くする方だって。あ確かに、あの俳優と戦って場所を選ぶよりスタッフと仲良くなっていろいろ教えてもらうのがいい。そうですね、そうですね。だから結構イケメンパラダイスであの人数いる中で、その割り盆ってあるんですけど、うん、あの朝こうやってカメラワーク撮りますよみたいな、うん、カットが割ってある本をもらうんですよ、うん、その台本の。だから割り盆の勉強はめちゃくちゃしました、ね。あこの時はあんま俺映ってないなとか、映ってないけど、あの次俯瞰が来るから後ろにポツンといれば目立つなと思って、ちょっとみんなから逆に距離を置いてる方が目立つなと思ったりとか考えたりして、絵で想像してたんですね。絵で想像してました。それを本当にイケメンパラダイスのおかげで本当カメラワークってものをすごく勉強して、でカメラマンさんにこっちですかこっちですかみたいな、こっちこっちですかっていうのをやると結構カメラマンさんとなんかやったり、そういう空気読める感じだからムードメーカー的な情報の探し方をするんですか、わかんないけど。そうですね、だからなんかそのやっぱ若い子たちなんで問題がいろいろあるんですよ、うん、で問題が何か起きるといつも瞬時何とかしてって言われます。誰から頼まれるんですか。だいたい水嶋ヒロ君ですよ。水嶋ヒロさんは逆にそれそういう何とかしてっていう指令役なんですか。なんか俺が言っちゃうと違うじゃんみたいなよくわかんないですけど。へー、あでもそういうなんか問題を解決しようという心はあるんですね。そうですそうです。あだからもう正義感はもうすごい強い人なんですけど、なんか俺が言って大丈夫なのかなってちょっと不安がっちゃうっていうか、瞬時ならうまくできるでしょうやってよっていうのが結構あって。フィクサーのそれじゃあね。ありがとうございます。だからそれこそだってあのイケバラに出た男の子がひばり4って女の子たち出てたんですよ。あの岩佐真由子ちゃん筆頭に女の子たちのグループがあったんですけど、その女の子の携帯番号を勝手に撮影中に開いて、男の子が電話番号を自分で入れてみたいな、連絡してねみたいなと言われて、女の子がその俺たちのとこに来て、いやなんかもう勝手に電話番号入れられたんだけどどうしようみたいなことがあって、ヒロ君からじゃあ瞬時ちょっと行ってきてって言って、わかりましたっつって、誰それ誰って聞いて、あーあいつねっつって、わかったっつって、でそいつを裏ちょっと呼んで、おわっつって、結構それをやるんですよ。やりますやりますやります。へえ、田舎子なんで。そういうヤンキー文化っぽいところにはいたんですか、その中学時代。まあそうですね、いたっていうか池袋ウエストゲートパーク時代なんで、あれ見て育ってるから。そうですね。で板橋だったんで、あやっぱりその池袋に憧れをすごく持ってた人間なんですよ。だからだもうそれの影響かなんか分かんないですけど。いやその脈々と上がる池袋の DNA で。そうですね。ちょっと裏読んだよ。まあ殴ってたりとかしないですよ、ね。あ、殴らせたの。おーっつって、お前何やってんだよみたいなことはやったりして、電話番号その場で消さして。そう、治安守ってたんですね。そうっすね。割と治安守ってましたよ。池原の。そう。まあ確かに悪そうっすもんね、治安ね。あの治安そうっすね。相手やんちゃでイケメンが集まるとこですもんね。そうですね。だからそれこそ一寮って石垣雄馬くん人の体育会系の寮生たちがいたんですけど、あそこはめちゃくちゃ一致団結してるんですよ。あの人はもう雄馬くんが雄馬さんついてきますみたいな感じの人たちがみんな集まってるんで、うんうん、一切悪いことしないんですよ。あもう雄馬さんに俺らついてってますみたいな、うんうん、で割と三寮はおとなしかったんですよ。そのどういう今日の防空率いる演劇軍団、文化チームみたいなのところは割とおとなしかったんですね、うん、結構みんなおとなしい子多くて、もう2両が2両って何組ですか。2両がその、まあ、小栗旬君とか生駒君とか、まあ、その山本裕介木村亮とかメインどころのいる寮だったんですけど、うん、もうそこの
若手の子たちがね、やんちゃすぎて。まあ、ただね、ニオがまあスポーツやったけども文化でもなく、あのクラスの中心にいる、まあ、そうですね、一軍みたいな。でも年齢的な分配でいうと、小栗旬さんとか池田真さんはちょっと上なんですか？そうですね、ちょっと上ですね、経歴的に。そうですね。で、なんか年は下だけど、木村亮君とかやっぱ芸歴は上だし、あで、本当だ、山本裕介、溝端淳平とかは僕のちょっと下なんで、年も芸歴もちょっと下だったんで。あでも、じゃあ最終回に収録したら結構感動したんじゃないですか？そんな青春じゃないですか、これ言ったら。いや、違うんですよ、僕、はい、パート1とパート2あるじゃないですか、はい、イケメンパラダイス。僕、ノエっていう役をやってたんですけど、はい、あからさまにパート2のノエの方がセリフ多いんですね。はあ。っていうのは、はい、僕スタッフさんとカメラマンさんとのコミュニケーション取るのうまいんですけど、監督さんとコミュニケーション取るの下手で。あ、相性悪かったんですか、その監督さんとの。相性めちゃくちゃ悪かったです。あ3人ぐらい監督さんいたんですよ、イケメンパラダイスって。連絡って何人ぐらい回しますか？そうです、そうです。で、そのメイン監督と僕はバチバチに喧嘩しちゃって、あ最初の方に。そっからもうあからさまにセリフがないなって思いながら。あ、でもそういうミスもあるんですね、そのさっき言ったそのうまくのらりくらりやっていくタイプだけど。そうですね、まあ、若いですもんね。切れちゃったんですよね。え、何が嫌だったんですか？なんで怒っちゃったの？ドラマってリハーサルを一回やって、カメラリハーサルみたいな、ドライっていう。やって、テストやって、本番っていう3段階で撮影をするんですけど、そのリハーサルとテスト、僕セリフ一言しかなかったんです、そこのセリフ。リハーサルもテストも全く同じようにやって。で、本番ももちろん全く同じようにやったんですけど、カット合わせて、五十嵐が違うみたいな。さっきのリハーサルとテストの時と全然違う芝居があって。ええー、と思って。何が違ったんだろうって自分で分かんなくて、でも何も言えなくて、じゃあもう一回みたいな。あ、ガット、五十嵐だ、違うって、リハートとそのテストと同じようにやれよっつって、でまたカットっつって、カット、カット、何が違うか教えてくれないんですよ。でついにブチ切れちゃって、5、6回カットされた時に、何が違うか全然分かんない、言ってくれないと分かんないし、まして俺なんか新人なんだから、そんな芝居のレパートリーねえよっつって、何がいけねえんだよ、言えよちゃんとみたいなこと言ったら、現場止まっちゃって。はい、でそこから監督は一言も僕と喋ってくれなかったです。はでも本当にそうなんですよ。今その監督見てたら言ってくださいよ、僕の何が違ったんですか。僕はマジで芝居のレパートリーがそんなある器用な人間じゃないです、あの時は。何がいけなかったのか言ってくれないで、ただカットカットって頭ごなしに言って、それがなんか若手の俳優を鍛える、間違ってますよそれは。それは間違ってる、そのやり方は。俺は今でも納得いかない。そんな甘酸っぱい思いもしたけど、はい。で事務所に行って怒られて、監督に立てついたことで。なるほどね。はい、でもう事務所にはずっとあの監督とは二度とやりたくありませんって言い続けて、撮影現場の治安だけを持って切れたのは本当に申し訳ないです。でも俺はあの監督のやり方納得いかないってずっと言ってたら、セリフは全くなくなりました。裏でばっか固くすね。はい、あれはもう絶対嫌がらせですからね、あれは本当に。見てますか、あの監督。あれは嫌がらせですよ、パワハラですよあれは。本当に時代が時代なのね。そうですよ、うん、だからもう俺はもう納得いかないことにはもう怒っちゃうんで。はあ、なるほど。今でも間違ってないと思うんで。でもそれでそっか、イケメンパラダイスは言ったらそんなセリフもないし、あんまり映ってないなっていう感覚ですから。そうですね、だからその何て言うんだろう、なんか発明する役だったんで、オタクの役だったんで、なんかその嘘発見器だとか、うん、なんかコスプレするときにはちょっと前に出るみたいなことは結構やらせてもらってたんで、そこでなんか印象、なんか嘘発見器とか作った人だよって言うと、あーあの人だったんだみたいなことは言われるんですけど、セリフ自体で多分僕に印象がある方はほとんどいないと思いますね。だって2期の僕の同じ役の方が喋ってますもん。俺こんなに量あったのかなと、あれ盾ついてなきゃこんなにセリフあったんだと思いましたもん、見てて。あと5テイクぐらい我慢してば、そうしたら本当に。でもその後ルーキーとかも受かるの？受かる、あれはオーディションじゃなかったんですけど、もう一本釣りでこの役お願いします。多分そのまあ本当はどうか分かんないですけど、イケパラに関してもルーキーズに関してもなんですけど、
僕はおそらくオーディションもなかったんで白田優くんのバーターかなと思ってたんですよ。あ、イケメンパラダイスも白田優くん出てます。イケメンパラダイスも出てます。あ、なるほど。で、やたらなんかそのルーキーズって市原隼人くんのスターダスト、はい、で、高岡壮介くんだったりのスターダストで、じゃあ堀風呂中川清くんと川村洋介くん、はい、アミューズで小出圭介くん、佐藤健、はい、渡辺エンターテインメントから白田優、俺、あれこれみんなバーターじゃないと思ってたんですよ。わかんないですよ、本当の話はわかんないですけど、強い人がいて、そう、強い人がいて、その脇に新人っていうか若手が入ってるなっていうイメージがあったんで、これ市原隼人バーターの、まあバーター高岡壮介は違うと思うんですよ。そっか、でもまあまあセットねみたいな。まあでもなんかそ、まあ、スターダストはちょっと置いといて、ホリプロ中川清と川村洋介、アミューズ小出圭介と佐藤健、渡辺エンターテインメント白田優俺っていう並びがあったから、どうなの、俺は絶対バーターだなっていう予想はしてます。当時佐藤健まだバーターなんですね。言ったらじゃあだと思います。だまだ仮面ライダーしか出てなかったですもん。確かに別にそんなに有名じゃないですもんね、あの当時はね、うん、もうちょっと濃いつながりなんですか、そのルーキーズとかだと。いつも要は人数イケメンパラに比べたらちょっともっとキュッてなるんじゃないですか。ああ、人数的にそうですね。そうそう、でも、なんだろう、あまりにも名前を知ってる人たちが多すぎて、その近くにいるからビビり倒しました。最初は正直、へえ、最初は正直本当ビビり倒しました。でも年近いところ仲良くなるじゃないですか、そう言ったら、まあ、世代的には10個ぐらい下がったわけなんですよ。はあ、9個ぐらいか、9個差ぐらいあったんで、うん、メンバーの中 で、 あとみんな大人だったかな、意外と。へえ、撮影現場でわちゃわちゃするってよりはちゃんと芝居のこと考えてこうやってやろうみたいな雰囲気だったんで、あんまりだそのイケパラの時に感じたあのなんか学生乗り気分は全くなかったですね。そうなんですか。なんか結構本当ちゃんと、あ、これドラマの現場としてちゃんとやってるみたいな、へえ、雰囲気はずっとありましたね。しかもああいう連ドラとかってあの、はい、撮影撮ってる期間って結構殺人的スケジュールですもんね、ドラマ。ルーキーズは本当に殺人的スケジュールでしたね。あの、その割り本の話だったじゃないですか。だから僕、イケパラで割り本をめちゃくちゃ勉強したんで、もうルーキーズもがっつりやってやろうと思ったら、あの読めないぐらいの、もう英語のノートみたいな線の書き方になってる。カット割りが、1日200カットとかやるんですよ。今日180カットぐらいなんだって言うと、みんななんか楽な顔するんですよ。200カット平均なんで、あ、ちょっと割と少ないなと思っちゃう。何回も同じ芝居するってことですか。何回も同じ芝居します。何回も同じ芝居をするんですけど、結局カット割ってるとね、映らないところとか休めたりするんで、うん、でももうひたすらでしたね。なんか違うドラマだけど佳境になるともう主演女優とかもなんかその床で寝てるみたいな、なんかそのもう時間なさすぎてみたいな。あ、でもあると思いますよ。特にルーキーズなんて最終話の時なんだっけ、小出圭介君何回倒れたんですよね、病気、うん、なんか病気して倒れて撮影できない。でしかももう最終回前だから、あのルーキーズの人気もバーッと上がってるんで、番宣がめちゃくちゃ入ってたんですよ。だからもう撮影して番宣して撮影して番宣しての繰り返しだったんで、もうほとんどだもう移動で寝るっていうレベルだったんで、うんうん、移動時間でしか寝れないってこと。移動時間と撮影で映ってない時しか寝れないんですよ。だから試合のシーンとか割と映ってない時ってあるんですよ、うんうんうん、要はピッチャーとアニア撮ってる時ってさ、うん、あのバッター方向向いてますカメラ、はいはい、アニアの背中から映してますっていう時はもう守備は誰もいなくていいんで、あ、そうそう、カメラの後ろなんで、うんうん、キャッチャーとアニアと審判とみたいな。寝てるんですよみんなベンチで。ベンチも映んないから。すげえなー。関川、あの中川圭司君がバッターボックス入ってる、うん、時とかはもうバッターに1人しかいないんで、うんうん、他のメンバー出てるんですよみんな。で、すいませんベンチ方向行きますって言って、ベンチ方向取りますって言って、今どこですか、あ、関川があのヒット打って一塁セーフでしたみたいな、そのリアクションお願いしますみたいな、今何回の表ですかって。まあそんなレベル。分かってない状態でうわー関川みたいな。でも何撮ってるか分かんない時ありましたもん。じゃあその忙しすぎて今年のドラマだみたいになってるぐらいのヒット具合じゃないですか、ルーキーズの。そうですね。そういう感覚はあんまり味わってないんですか。いやでも忙しすぎて、でもイベントとか
バラエティ番組とかがめちゃくちゃあったんで、それこそなんかその女子ソフトボールチームと対決しに行くみたいな、高校の対ルーキーズみたいなさ、あのバラエティがあったりとか、それこそなんかあの赤坂サカスさんでイベントしたりとかあったんですけど、もう手を広げたらもう恋の餌かってぐらいみんながハーってやってくるんであの時はもうキャーキャー言われすぎて、プライベートで例えば女の子に告白されるじゃないですか、好きですっていう、その好きですがあの全然なんか嬉しい感情にならなかったんですよ。足りないと思った。いやなんかね、言われ慣れすぎてあ、ありがとうみたいな、え、何そのリアクションみたいなもう挨拶みたいに聞こえてきちゃうというか、もうそう、だから毎日毎日キャー好きですって言われてる声があったから、おかしくなってるんですよね、頭が全然その好きですが、あ、ありがとう、え、リアクションが少ないみたいなえ、みたいな一回だから本当麻痺した時ありましたね。あ、そういう時とかは恋愛とかどうしたんですか。でもしてましたよ、僕は割と自由に。あ、そうですか、はい。でも僕、仕事場で恋愛できないタイプなんですよ。仕事は仕事、恋愛は恋愛って分けるタイプだったのと、あと自分より売れてる人と付き合いたくないっていう男としてのなんかプライドがあって、だから僕意外とだからそういう現場で恋愛とかってやっぱ芸能界の人って結構多いと思うんですけど、僕一切なかったんですよね。だから共演した人で付き合った人っていうのは一人もいなくて、当時なんかはあのルーキーズの時とかもう撮影の合間みんな寝てる間に僕だけ一人こうアメブロ見て可愛い子いないかなとか探したりとかアメブロがもうめっちゃ主流だった時代で、へえ、ちょっとこれから売れるかもしれないぐらいのモデルさんとか、この子めっちゃ可愛いじゃんって、誰と仲いいんだろうって調べて、めっちゃ調べてどうしたら繋がれるだろうってことばっか考えてました。それで付き合えた人とかいるんですけど、アメブロからの、います、アメブロでモデルさんと付き合いましたすごいっすね。そうですね。そういうことやってる時って、はい、同世代で主役やってる人とかもいるじゃないですか、うんうん、そういうゴールデンのドラマで自分も主役やりたいなみたいな気持ちはあるんですか。あ、全くなかったです。ないんですか。っていうのが結構僕テレビ見ながらデータ取る人間だったんですよ、うん、あのテレビに出続ける人ってどういう人なんだろうってめちゃくちゃ考えたりして、うん、だから結構分析しちゃうんですよ、テレビを見て、うん、で一回あるドラマで、まあ、僕よりちょっと上の世代の俳優さんなんですけど、うん、主演をやって、大ゴケしたんですよ、うん、大ゴケして視聴率とかあのテレビ局の中って視聴率書いてあるじゃないですか、うん、何パーって。でそのドラマの視聴率を見てたまたまテレビ局行った時、あ、これやばいなこのドラマと、その時自分でも思ったんですよ、あ、このドラマやばいなと思って、でそれが結局きっかけなのかわからないですけど、ドラマでその人を見ることがなくなっちゃって、へ、あ、これ視聴率、低視聴率叩くと、主役で叩くとドラマに出れなくなっちゃうのかもしれないっていう脳が働いて、うん、もう主役は絶対やらないですっていう、ずっと事務所に言い続けてきたんで。あ、じゃあいくつかそういうお話、そのゴールデンやられた。いやでもそういう話はなかったですけど、その前からもう、だからそれこそルーキーズやってる時ぐらいにもう主役は絶対やらない、入れないでって、ずっとマネージャーに口すっぽく言ってたんで、へえ、主役は絶対やらないからっていう、身の危険を感じたわけですね。そうです。でそれでもしこけたら俺はもうテレビ業界から干されると思ったんで、だからそういう売り方は僕したくないなっていうのが自分の中であって、だからそういうのを考える、昔からそうなんですよね、だからそういうのを分析しちゃうタイプなんですよ。あ、で分かんないけど20代なんて俺が一番だみたいなことばっかりだから、きっと俳優さんなんですね。そうですね。だから僕バラエティでも本当芸人さんいる時とかほとんど喋んないですよ。バラエティってなんか面白いこと言わなきゃ言わなきゃみたいなことみんな言うんですけど、うん、一切言わないです僕は。はあ。だって面白いことを言う仕事は芸人さんがいるから、うんうん、その仕事は芸人さんに任せればいい、俺はそれにあの笑ってればいい、うんうんうん、笑ってればいいし、見え方としてなんかその正統派なアンサーをすればいいだけだと思ってたんで、仕事は。へえ、熱いっすね。だから逆に変に笑い持っていこうとする俳優さんってバラエティで使いづらいんだよねっていう話を聞いて、あ、まあ、てかよく滑ってる人いますよね。そうで芸人さんに嫌われるとか、俳優で調子乗ってなんか面白く言おうとしてるんだけど、そんな大して許されるじゃないですか、面白くなくても俳優さんって。それが成立してるから芸人さんから嫌われたりとか、なんか
使い勝手が悪くなったりとか、はあ、で中途半端に面白すぎても今度ドラマのイメージがこの人バカなんだバカな人なんだって思われてドラマ使えなくなったりとかする可能性もあるから、もう極力俳優として出るときは俳優っていうなんかめあの肩書きを盾にしてバラエティでは、はあ、あれはでも小栗旬くんぐらい売れないとああいうことは言っちゃいけないんだなとかああいうことを言ってなんかちょっとふざけてね笑いを取るのってあのレベルまでいかないと言っちゃいけないんだと思って、若手の頃はもうひたすらもう僕右も左も分からません笑顔でいようみたいなそんなのを分析しだしてすごい。でもじゃあ、あの長年芸能界でいたいなっていうふうな気持ちは当時はあったありましたありました、でうまく渡っていこうと思ってました。なそっかなほら、はい、でもじゃあそんな感じでうまく渡っていこうと思ったけど、はい、どこのタイミングでその辞めようかなって思い始めるんですか。そのまずきっかけになったのが、まあ、僕ウルトラマンやったりとか、はい、ルーキーズやったりとかして、まあ、街でもそれこそ、まあ、当時2チャンネルとか書き込みとかあるじゃないですか、うんうんうん、とかでもみんな五十嵐俊二って名前を知ってる人がいないんですよ。ウルトラマンメビウスの人、うん、ニャーの人、うん、なんか自分っていう存在を否定されてる感じがして、はあ、あ、みんなが好きだって言ってくれたり、あの知ってくれてるのって五十嵐俊二じゃなくてあの役の人のことなんだって思い出してきちゃって、急になんか自分の中で難しくなってきたんですよ、うん、でやっぱりまあ、五十嵐さんって呼ばれる人もいるんですけど、もう本当にファンクラブ入ってるような子たちは五十嵐さんって言ってくれるんですけど、やっぱり基本的にウルトラマンだったりとかルーキーズで僕のことを知ってくれた人はもう、ああ、ニアの人だよね、あ、ウルトラマンの人だよね、感じ今でも言われますもん、あ、ニアの人だ。だ、未だに五十嵐俊二っていう名前って認められてないんだなっていうのがすごく感じちゃって、それにすごい嫌気がさしてきたというか、もちろんだから芸能界って僕うまく渡っていこうと思ったんで猫かぶってたし、うん、テレビの中でも、うん、その街でも猫かぶってたし、でもなんか猫かぶることになんかそれをきっかけに俺と五十嵐俊二として認められたいんだっていうのをきっかけとしてどんどん嫌になっていったんですよ。でそれで、まあ、飲み屋さんとかに行ったりとかしてなんかそういうお酒の場とかにいると五十嵐俊二として楽しんでくれる人とかがめちゃくちゃ増えたんですね、うん、そっちの方が居心地よくなっちゃって、うん、でやっぱり芸能界もいつまでも売れてるっていう保証は絶対ないじゃないですか、うん、で30超えてから芸能界辞めたとして、いやこれは早く辞めた方が年取ってんのに仕事できないやつだなと思われるなと思ったんですよ。はあ。でまあそういう自暴自棄じゃないけど、まあ、その役でしか扱われない自分に嫌気がさしたのと、そっちの楽しみを知ってしまったのと、五十嵐俊二って言われる楽しみを知ってしまったのとで、まあ、誘惑に負けたじゃないですけど、まあ、でもやるなら自分で社長やって、まあ、それこそ高卒だから大学も行ってないし、結局大学も行ってないからいい就職先なんて見つかるわけないし、じゃあどうやって稼げばいいんだろうと思った時に自分で会社やるしかないなと思って社長になろうって決めたんですよ。でそれが割と早いうちにもう決断しようと思って、で25歳6歳になるぐらいの時に決めて、今なら新卒の人よりも、まあ、スタートラインとしては同じ立ち位置だと思ったんで、だルーキーズ終わって2、3年ぐらいですよ。冷静ですね本当に。そうですね。でその時に芸能界辞めるのに、まあ、残ってた仕事とかも決まってた仕事をこなさなきゃいけなかったんで、うん、辞めるまで1年半かかったんですけど、うん、そこからそしてちゃんと全うして新しい仕事は断ったりもしちゃったんですけど、あ、いやもちろん、うん、でやり終わって卒業させてもらって、でもうその会社もう、うん、っていうかもうぶっちゃけその芸能界最後の1年半っていうのはもう芸能界になんか力入れてるっていうよりももう経営学をめちゃくちゃ勉強したんで、その先の未来のためにってことですね。そうですね。だからもう要は会社を作るにはどういう作業をしたらいいんだろうとか、はあ、じゃあお店を作るにはどういう利益分配じゃなくて損益分岐を出したらいいんだろうとか、
それをもうパソコンを一から勉強して、Excel 勉強して、で Excel も全部数式も入れられるようになった状態で芸能界卒業して、パンってしゃぶしゃぶ屋を始めたんですよ。そのしゃぶしゃぶ屋の元手はもう芸能で止めた貯金でってことなんですか？あれな、あの結局何社かで出してるんですよ、僕一人じゃなくて。あ、むしろ僕はサブの方なんで、出資オーナーとしても、はい。なんでそこはあのうまい感じにやってもらって、でその代わり、まあ、オーナーグループにはいるけど、まあ、ある程度人呼ぶために現場に出てっていう、まだ名前が残ってるうちに、はあ、でお客さん呼んで成功させようっていう考えだったんで。そう、それでさっき言ってたような3店舗を出してた時期もあったりとかして。そうですね。ちなみにその最初から黒字になるんですか、それとも何年かかけてとかですか？いや、黒字になるように頑張りました。広告等になってるから。そうです、スタートダッシュがあるというか、要は食材で売り上げで客呼べれば利益って出るじゃないですか、うん、でもそれにかかっている初期費用だったりとか返済金とかもあるんで、それをどうにかしていかなきゃいけないと思って、僕全国の厨房機器やめっちゃ、うん、もうほとんどの店舗の名刺持ってるぐらい厨房機器強いんですよ、うん、でもう厨房機器はじゃあもう冷蔵庫はここ安いからここ入れて中古で、だいたい 2,3 ヶ月しか保証ついてないんで、 2,3 ヶ月で保証ついたことは自信がないでしょっていう交渉から始めて半年伸ばさせたりとか自信がないものを売るってどうなのみたいな。わかるよわかるよ、もちろん機械だからね、わかるけれども、じゃあそこはさ、メンテナンスがじゃあ科目をこの値段で買うからさ、じゃあメンテナンスもちょっと伸ばしてよ、面倒見てよとこはとかいう交渉ばっかしたんですよ僕それちゃんとした社会人ですね、普通で。そうです、だからなんかそういうのが特化した人が一人いたんですよ。でその人見てあの勉強したんですけど。ああ、最初しゃぶしゃぶじゃないですか。はいはいはい。で途中からカフェとかバーとか始めるって感じだった。さっきの説明で。あ、そうですそうですそうです。あのっていうか、まあ、あの正直言うと事務所にいながらバーはやってたんですよ。ちょこ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 やってたんですよ。あの山本裕介さんのバレてないバージョンみたいな。あ、そうですそうですそうです。あ、だから僕芸能界辞める前に多分あの5、6店舗やってますからね。あ、そうなんですか。じゃあとかその時はもう普通にそういうなんか回すというか店を回す。あ、そうですね、だから飲み屋に関しては知識はめちゃくちゃありました。あ、でお店作るのってじゃあ居抜きでやったらいくらぐらい、スケルトンからやったらいくらぐらいっていうのも大体わかるんですよ。で、あ、この壁はいくらぐらいの壁使ってるねとか、へ、壁紙とかこれ、あ、安いのだねとか、へえ、っていうのはある程度だから内装関係も詳しくはなってきましたね。ちなみに関係、ポイントはやってたガーシーさんの方が知ってますか？あ、もちろん知ってます。へえ。もちろんだからその、まあ、ガーシーというか東さんって僕呼んでたんですけど、まあ、東さんのやってるバーだったりとかもあの遊びに行かせてもらったことありますし。へえ。ただ僕あの東さん連絡先を交換してるっていうほどの仲じゃなかったんですよ。あ、なんだ、まあ互いに顔見知りみたいな。なんかそのお店をやってる人、あ、芸能界やってる五十嵐くんねぐらいだと思うんですよ多分。へえ。で、あの別の僕芸能人の方に呼ばれてたんですよ。うーん。だから東さんに呼ばれてたっていうよりも別のタレントさんとか俳優さんとかにちょっと飲み来ないって言われて行ってたぐらいなんで。あ、だからまあ直接ガーシーさんとは会ったことはありますけど、そんながっつり一緒に飲んだことっていうのはなくて。もう。ちなみに体重はいつぐらいから太ってたんですか？体重はでも芸能界辞めるって言った瞬間から太り出しましたよ結構。飲む仕事っていうの、まあ、飲む、でもそれは芸能やってた時もそうだったんでそんなあれなんですけど、多分気が抜けたんでしょうね芸能界辞めれるって思った瞬間。あ、見られる仕事じゃなくなるぞっていう。そうですそうです。でもう今からは自由だ、俺個人として認められなきゃいけないんだっていうのがあって、とあと今夜の商売をやってたんで、夜の商売終わって朝方ご飯食うとか、でそのままお腹いっぱいになって寝るとかのを繰り返してたんで太ったのかなっていうのはあるんですけど。太ってくとモテなくなりましたか？それともあんま関係ない？あ、でもモテなくなりましたよ、あの昔ほどは。だって昔とかすごいでしょ。そうですね、でも基本的に彼女1年いないんだよねってことは一切なかったです。ああ、今もそっか、それなりの戦い方というか。そうですね、見た目じゃない勝負と。そうですね、はあ、1年間空いたことないかもしれないです。たけれたけれたけれ心は殺すことある。そうなんですね、
それこそ芸能を辞めてもう3年付き合ってたと思います。うーん、逆に言うとその結婚とかをしようかなってなったタイミングもないんですか？ちなみに、まあ、唯一あるとしたら多分その3年付き合った子かなって思うんですけど。ああ、じゃあちょっとタイミング合わず、まあ、沖縄行っちゃったんで別れたんですけど。あ、そのことか。そうです。僕はどうしていきたいとかあるんですか？ちなみに人生的に。あ、人生的にですか？結構僕芸能界に戻るつもりはないって言ってるんですよ、はい、っていうのも別になんかもう芸能を辞めるって言って俺はもう社会人として生きていくって決めたし、別になんかまたその役にとらわれるのに戻りたくないし、うん、でもまあこういう番組とかに出て、いやいや芸能界未練タラタラじゃんとか言われるんですけど、うん、でもこういう番組に出ることによって、別のね、お金を稼げたりできるんで、それは喜んでもちろんやりますよっていう、ね、スタンスなんで、だからまあ仕事としてちゃんと仕事としてやるならいいけど、じゃあボランティアで芸能界に戻るつもりはありませんよっていうだけの話 で、まあ、しっかりした事務所に入ってマネジメントをしてもらって芸能をやるつもりもないし、ただなんかじゃあね、舞台に出てくれないとか頼まれて、じゃあお店が休める状況だったら出てますよとか、あっていう感じですかね。だから仕事としてね、自分の 副業って言っちゃ失礼かもしれないけど、役者やってる人に分かんないけど、うんうん、でもそれでお金を生み出せるんだったら僕はやりますっていうだけで、別に未練があるわけじゃないんで、もう使えるものは使います。お店とかはどうしていきたいとかあるんですか？来年また1店舗増やすんで浜松で、うん、まあそれやって楽しみだなぐらいな、うん、今何店舗？今はもうバーだけで、でちょっと神宮前、東京の神宮前でもちょっと関わってるお店が一つありまして、鉄板焼き屋さんなんですけど、でまあ来年にその浜松なんですけど、またちょっとカフェダイニングみたいな、バーじゃないけど、まあグランピングできたりとか、そういう施設を今作ってるんですよ。まあそれ楽しみですね。そうですね。だから僕バーベキュー大好きなんで、バーベキューできる施設を作るのがすごく楽しみ でそれができるんで、まあそれできたらそっちを動かしてっていう感じですかね。で合間でこういうお仕事をいただけるんだったら出演したりとか。ありがとうございました。ステッカーもいただいてありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。